殺害された名薬派の非国民名薬はイングランド及びスコットランドの国王チャールズ一世の施行した国境会期当初に反対して起こったスコットランドの抵抗運動組織である。スコットランドには元来何らかの主張をするときに結束して名薬を作る習慣があったが国民名薬はその代表的なものであり国境会の監督性に対して 長老制の維持を主張した。これがイングランドとの主教戦争、ひいては、新教と革命を引き起こす、火種の一つとなった。長老派が結集して作った最初の名役は1557年である。さらに1560年、ローマ教皇を非難する声明を出すために名役が結成された。最も多く言及される名役が1581年に作られた名役で、 スコットランドにおけるローマカトリックへの回帰を目指そうとする勢力の動きに対し1560年名約を再確認すると共に断固反対を呼びかけたものである。こうした名約は貴族、聖職者から市民に至るまでこぞって参加していた。主教戦争を引き起こすことになった国民名約は1638年の名約である。チャールズ一世は イングランドの教会のみならず、スコットランドの教会をも支配下に組み込もうと考えた。そのためには、イングランド国境会形式、すなわち監督制の実施が必要だった。そこで、チャールズ一世は手始めに、カンタベリー大主教、ウィリアムロードの検索を入れ、1637年、国境会形式の祈祷所を、スコットランドの教会に施行した。これにスコットランドは、 大反発し、モントローズ博、ジェームズ・グラハムやアーガイル公、アーチボルド・キャンベル、リーベン博、アレクサンダー・レズリーらが中心となって名役が結成された。こうして結成された国民名役はイングランドに二度にわたる宗教戦争を挑み、いずれも実質的勝利を得た。さらに1640年、スコットランド議会は祈祷書の破棄を議決した。二度の勝利で、 長老派協会の存続は担保されたものの、国民名約は解散されなかった。1642年から始まった新京都革命の真中、名約は事実上スコットランドの統治機関であった。名約軍はアイルランドカトリック同盟鎮圧のために派兵したりもしたが、こうした状況の中国民名約は意見の分裂が起き始めていた。 スコットランドの実効支配を求める強硬派とスコットランドは国王のもと統治されるべきとする恩賢派である。両者はそれぞれイングランドの議会派、王党派と結び1644年に内戦を起こした。内戦は当初モントローズ公の率いる恩賢派の有利に推移した。しかし冬になって強硬派がイングランドに差し向けていた。援軍を戻した時、状況は逆転していた。 農反期のスコットランドで、モントローズ港の元に集まれる兵は少なく、リーベン博、アーガイル港に敗れた。やがて、モントローズ港は1650年に処刑され、オリバー・クロムウェルの遠征軍が来るまでの間、アーガイル港を主張とする国民名役がスコットランドを統治することになった。ありがとうございます。